皆さんご機嫌いかがでしょうか。大和物語の146段2回目です。今日はここからです。拡大して読んでいきましょう。まずこれは「ソ」。次は「モ」。これは踊り字です。次は「まこと」という漢字を崩したものです。読み仮名は「万」という漢字を崩したもので「ま」と読みます。下は「こと」。次は「可能のか」という漢字を崩したもので「か」と読みます。次は「な」。これは「と」。2文字「とは」。次は「せ」。これは「たもう」という漢字を崩したものです。次は「に」。それではこれまで読んできたところを振り返ってみましょう。そもそもまことかなど問わせたもうに。一体全体、玉淵の娘というのはまことかとお尋ねになりとなります。次はここからです。拡大して読んでいきましょう。2文字鳥。次は可能のかという漢字を崩したものでかと読みます。下は日。次はと。2文字いふ。上は多いという漢字を崩したものでたと読みます。次はい。これはを。2文字よく。次は生徒のとという漢字を崩したものでつと読みます。次は可能のかという漢字を崩したものでかと読みます。これはう。次はま。これは生徒のとという漢字を崩したものでつと読みます。次は里という漢字を崩したものでりと読みます。これは多いという漢字を崩したものでたと読みます。次は乱と書いてあります。次はにという漢字を崩したものでにと読みます。これは志という漢字を崩したものでしと読みます。次は多いという漢字を崩したものでたと読みます。上は可能のかという漢字を崩したものでかと読みます。下は日。次は手。それではこれまで読んできたところを振り返ってみましょう。鳥飼という題をよく都合祭り足らんに従いて。この鳥飼という題で上手に読んだならばそれによってとなります。次はここからです。拡大して読んでいきましょう。まずこれは「ま」。次は「古い」という漢字を崩したもので「こ」と読みます。下は「と」。次は「の」。2文字「こと」。次は「8」という漢字を崩したもので「は」と読みます。次は「おいて」という漢字を崩したもので「お」と読みます。下は「も」。次は「本」という漢字を崩したもので「ほ」と読みます。2文字「さん」。次は「と」。これは「お」。下は「本」という漢字を崩したもので「ほ」と読みます。次は「せ」。これは「たもう」という漢字を崩したものです。次は「ひ」。上は「介護の介」という漢字を崩したもので「け」と読みます。下は「り」。それではこれまで読んできたところを振り返ってみましょう。「まことの子」とは「お坊さん」と「仰せ玉いけり」。本当に玉淵の娘とは「認めよう」と仰せになったとなります。
次はここからです。拡大して読んでいきましょう。まずこれは受けたまわるという漢字を崩したものです。読み仮名は受け。この部分は多いという漢字を崩したもので他と読みます。これはま。次は王という漢字を崩したもので和と読みます。この部分は里という漢字を崩したもので里と読みます。次は手。これはす。次はな。これはものという漢字を崩したものではと読みます。これはち。それではこれまで読んできたところを振り返ってみましょう。受けたまわりて、すなわち。それを受けたまわって、女はすぐに、となります。次はここからです。拡大して読んでいきましょう。まずこれは、あ。次は、さ。そして、み。二文字、とり。上は、可能のかという漢字を崩したもので、かと読みます。下は日。次はあ。下は流れるという漢字を崩したものでると読みます。ここは八という漢字を崩したものではと読みます。次は流れるという漢字を崩したものでると読みます。次は耳という漢字を崩したものでにと読みます。二文字あひ。次はぬ。下はれんという漢字を崩したものでれと読みます。次は八という漢字を崩したものではと読みます。二文字かす。次は見るという漢字を崩したものでみと読みます。二文字なら。次はね。ネギのねです。次はと。二文字たち。これはの。次は本という漢字を崩したものでほと読みます。これはり。次は介護の介という漢字を崩したものでけと読みます。下はり。それではこれまで読んできたところを振り返ってみましょう。朝緑貝ある春に相ぬれば、霞ならねど立ち上りけり。朝緑色に霞む生きがいのある春に巡り合いましたので、霞ならぬ私ですが、春霞が立ち上るようにこの御殿に上ることができたのでございます。となります。次はここからです。拡大して読んでいきましょう。まずこれは、と。次は、よ。これは、む。二文字、とき。次は、にという漢字を崩したもので、にと読みます。次は、み。二文字、かと。次は、二文字ですね。上が、の。下が、踊り字です。上は、志という漢字を崩したもので、しと読みます。下は、り。次は、あ。これは、ものという漢字を崩したもので、はと読みます。次は、れんという漢字を崩したもので、れと読みます。次は、可能のかという漢字を崩したもので、かと読みます。これは、り。次は、たもうという漢字を崩したものです。これは、て。それでは、これまで読んできたところを振り返ってみましょう。と読むときに、帝罵り、哀れがりたまいて。と読むときに、帝は口を極めて深く感心なさって、となります。次はここからです。拡大して読んでいきましょう。
まずこれは語という漢字を崩したものです。次は志という漢字を崩したもので死と読みます。次は本という漢字を崩したもので穂と読みます。これは王位という漢字を崩したもので田と読みます。次は蓮という漢字を崩したもので蓮と読みます。次は多毛という漢字を崩したものです。それではこれまで読んできたところを振り返ってみましょう。恩しおれたも。帝はしみじみと涙を流しなさるとなります。今日はここまでです。それでは皆さん、またお会いしましょう。ごきげんよう。さようなら。